Excellencies, esteemed guests from around the world, ladies and gentlemen, good evening. 谢谢副总统当选人萧美琴大使，外交部召谢部长钱康利，来自各国的贵宾，各国驻台使节代表，现场所有的好朋友，大家午安，大家好。Vice President-elect Ambassador Li Jingxiao, Minister of Foreign Affairs Zhao Xie Joseph Wu, dear friends from all the delegations, excellencies, ambassadors, and honorable representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. はい、ということで、だいぶ会場が暑くて汗だくになってるんですが、明日行われる就任式の前の蔡英徳さんに代わる、今日はレセプションです。こんなような綺麗な花が飾られておりますが、私はリパブリックオブチャイナ台湾と書かれているのがやっぱりなんとなく微妙な感じがするんですけれども、とにかく明日の、総督の就任式にも出席します。今日はレセプションなんです。世界中から集まっているレセプションですけれども、何のために行われているかというと、16代プレゼデント&バイスプレゼデント、総統という漢字がここにありますね。総統副総統のどこの国かというと、リパブリックオブチャイナって書いてカッコ台湾になっているんですね。